皆さんこんにちは、アキリトです。今日はですね、ウクレレを綺麗に、しかも場所を取らずに、お手軽に安く置くアイデアをね、思いつきましたので、皆さんと共有していきたいと思います。まあ以前にもですね、ウクレレを綺麗にね、ディスプレイする方法として、壁にね、かけるという方法をですね、皆さんにお伝えしたんですけれども、結局ですね、僕は外してしまいました。というのも、木の壁に貼り付けてるだけなんで、なんかね、だんだん剥がれてる気がして、なんか落ちたら怖いなと思って、恐怖心からですね、外してしまったというところですね。まあでも1個だけ残ってまして、まあこんな感じでですね、1個だけ、軽そうなウクレレをね、1つ残して、3つぐらいの、かけるやつをね、使って、落ちないようにしてあります。でもね、大きいウクレレをね、こんな風にかけるのはね、ちょっと心もたないなということで、だから元からですね、持ってる、まあ、ウクレレスタンドっていうのもあるんですよ。まあ、動画には登場させてないですけどね、これです。でね、だいたい1000円ぐらいで、こんなんなんですけど、これ結構良くて、まあ、綺麗にウクレレ飾れるんですけど、なんせね、場所を取るんですよ。見てください。こんな感じでね、ブワって広がってるんで、場所を取ります。なのでね、まあ、これ10個、まあ、10本ぐらいウクレレありますんで、10個ね、これを置くのはね、かなりね、現実的ではないんですね。部屋がね、ウクレレだけしか置けなくなるとかね、なりかねないので、今回考えた方法はですね、もうちょっと狭くね、置くことができます。前置きはこれぐらいにしてですね、今回ご紹介するのはこちらです。はい、これですね。ゴミ箱です。はい、ゴミ箱。大量買いしました。100円ショップで売ってる、この細長い 7.7 リットルですね。7.7 リットルのゴミ箱と。これを使っていきます。はい。この商品なんですけど、まあ僕ね、いろんな100均とかに行ってもらってね、こんな大量に集めてきたんですけど、どこに売ってるかっていうと、キャンドゥとね、あとセリアにいたらね、売ってましたんで、見てください。もしかしたらダイソー持ってるかもしれないんですけど、なんかね、山田化学株式会社っていうね、三重県の会社が作ってるゴミ箱になります。110円でね、この大きさというところで。で、これ何がすごいかっていうと、ソプラノウクレレからテナーウクレレは入るんですよ。ちょっと見てください。まあ、テナーウクレレをね、入れてみます。はい、綺麗に入ります。で、しかも、倒れないんですね。こんな感じで、こういう感じで倒しても全然倒れません。こっち向きにしても倒れないと。なんで倒れないかっていうと、この、ボディの重さの方が、このヘッド、出てる部分より重たいんで、まあ、こっちに倒れてもこっちの重さがね、勝って倒れないと。いうことで、まあ、テナーサイズで倒れないんで、まあ、コンサートとソプラノでもね、この大きさなんて入りますし、まあ、ちょうどね、こんな感じで立てることができます。はい。すごくないですか？昨日ね、この、ゴミ袋見つけて、おお、これはと思って、すぐ買いました。はい。で、いつもですね、ウクレレ置いてるスペースがですね、この本棚と机の間にありますんで、この間にですね、このゴミ箱ですね、ゴミ箱をたくさん並べてみました。はい。でね、ちょっとね、見えにくいですけれども、この下のところに、滑り止めのシートですね。これも100均で買ってきました。これをね、敷いておくことで、まあ、こけるのをね、ちょっと防止しようかな、というところです。ちょっとね、ウクレレ置いていきたいと思います。はい。ということでですね、今まで、押し入れの中にですね、入っていたウクレレたちも全部出てきました。ということで、こんな感じでですね、綺麗に、しかもこんな、小さいスペースにですね、1,2,3,4,5,6,7,8 8本のウクレレと、ギター1本ですね、置くことができました。はい、皆さんもですね、これね、100均で売ってますんで、買ってみてはいいんじゃないかなと思います。はい、最後にですね、ちょっとだけこの商品についてね、説明しておこうと思います。これはですね、キャンドゥとセリアに売ってるのは僕は確認しました。で、もしね、ダイソーとか他のね、100均に売ってるっていうのがね、分かった方がおられましたら、ぜひコメント欄に書いていただければ、皆さんにね、共有できるかなと思いますので、書いてみてください。で、これなんですけど、まあ、110円で売ってるんですね。で、大きさをね、さっき言っとこうと思います。これね、まあ、同じ大きさやったらね、これじゃなくてもいいと思うんで、大きさ言っとくと、ここの横の大きさが162ミリというところで 16.2 センチ。で、この横幅が254ミリ、25.4 センチ。で、この縦の長さですね。縦の長さが265ミリ、26.5 センチとなっています。で、容量の方が 7.7 リットルですね。なので、8リットルぐらいのね、ゴミ箱を、ね、用意していただければいけるかなと思います。はい、ちなみにですね、これ、近所の
100円ストアであんまりたくさん売ってないよっていう方がおられましたら、あのネットでも買えます。はい。で、楽天市場と、Amazon の方両方とも売ってるのを確認しましたので、そちらのねリンクの方も、概要欄の方に貼っておきます。はい。でもね、なんかね、送料がね500円くらいかかるかなっていうところなんで、ちょっと高いんですけど、まあ、あの大量にね買う場合はそれの方がねもしかしたらいいかもしれません。はい、こんな感じでですね、たくさんウクレレに関するね、動画を上げておりますので、もし興味がございましたらチャンネル登録と、グッドボタンお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。